平松の美し松自生地。2019年9月6日撮影。歌川広重、東海道53時より、東海道5153時、水口氷松山美少平松の美し松自生地は、滋賀県湖、南一平松にある国の天然記念物に指定された美し松の自生地である。美し松とは、根元近くから幹が、 放射状に分かれて髪型へ伸び、まるで剪定された庭木のような樹形を持つ赤松の変種であるが、このような樹形の松が群生し、一箇所にまとまって生育している要因は劣性遺伝によるものと判明しており、自然状態で後輩を重ね自生地を形成しているのは、このナ南市平松地区にある美松山南東斜面に位置する平松の美松自生地のみである。 平松の美島松自生地は、東海道53時の水口塾と石部塾の中間、石部宿寄りの街道沿いにほど近く、東海道を往来する人々にも松の名所として、古くより知られており、その優美な姿から、美少、美島松と呼ばれて大切にされ、1921年3月3日に、国の天然記念物に指定された。 国の天然記念物に指定されたエリアには、洋木から樹齢300年長の老木が生育しているが、近年、急速に松枯れが進んでおり、地元住民による保護活動や湖南市により保全計画が策定され保護、保全対策が行われている。平松の美し松自生地を移し、平松の美し松自生地の一指標に近い位置から、複数の幹に分岐している。 2019年9月6日撮影。平松の美し松自生地は、滋賀県南部、湖南市、平松地区の小高い丘陵地にある、美生山の南東側斜面にあり、標高180メートルから225メートルにかけた山腹斜面の約1.89ヘクタールが国の天然記念物に指定されている。この場所は、JR 草津線厚生駅の南方を、 東西方向に走る旧東海道から南西側の尾松山方面へ1キロメートルほど登った丘陵地を造成した新興住宅地に隣接した位置にある。美し松は赤松の変種で歯型や樹皮は通常の赤松とほぼ同じであるが根元に近い位置から複数本に分かれた幹が髪型へ高く伸び上部の樹幹全体が傘を広げたように見える珍しい樹形をしている。 高さは約7から10メートル、間位は2.5から2.8メートルほどのものが大半を占めており、中には樹高15メートルに達する個体もある。なお、樹形が類似するものに多行松があるが、これは継ぎ木による園芸品種であり、新宿御園や剣道園などの公園や庭園に植樹されているが、樹高が高く成長する美しい松と異なり、 高さは5メートル未満の低木がほとんどである。平松の美し松の樹形には、いくつかのバリエーションがあり、コナン市教育委員会が作成した、現地解説版によれば、扇形根元から約1.5から2メートル付近で、複数の幹に分岐し線状になり、樹幹上部が山形になっているもの。線形1と同型で、樹幹上部が丸みがかったもの。傘型付近から、 幹が多数分岐し、樹幹が傘状に広がったもの。放棄型幹の分岐は3と同じであるが、樹幹の広がりが狭いため全体的に放棄状に見えるもの。以上の4タイプに分類されている。このような樹形になる要因は長らく不明で、当地の土質が砂礫の混ざった赤土で、一部には岩盤が露出するような層の浅い土壌の影響などが考えられてきたが、 確定的なものはないままであった。滋賀県庁の出先機関である滋賀県森林センターでは平松の美し松の遺伝様式を解明するため1973年より研究を開始した。まず最初に自生する美し松から採取して育てた複数の未生期は普通の赤松と美し松の2種類に分かれた。これらを用いて人工交配を行い、 第2世代以降の後輩検証を重ねた。結果、第2世代以降の個体には、普通の赤松の持つ主観一本だけを伸ばす機能が崩れた遺伝子が含まれており、独特の樹形を持つ要因は劣勢遺伝によるものであることが判明した。平松の美し松自生地。2019年9月6日撮影。以上の結果、美し松同士を交配すると、その子は100%美し松。 美し松と普通の赤松を交配すると、その子は100%赤松。赤松が高い一同士を交配すると、その孫は25%が美し松、75%が赤松。これらの事実が2002年に突き止められ、美し松の樹形はメンデルの法則に従って劣勢遺伝することが証明された。松は数十年かけ成長するため、第一世代。 第2世代と続く後輩研究には、数十年単位の長期間が必要であり、美し松もすべてがその形状に育つのではなく、その見極めには7年ほどかかるため、滋賀県森林センターは1973年の調査開始から30年弱をかけて解明したことになった。美し松の遺伝様式が劣勢遺伝であったことは、口述する松食い虫に対する、 抵抗性を高める研究に有用な知見となった、平松の美し松自生地、2019年9月6日撮影。平松の美し松のある美少山の麓に鎮座する松尾神社には、美し松にまつわる次のような伝説が残されている。平安時代初期の門徳天皇の頃、体調を崩した京都の藤原頼平という公家が養生のため、ここ、 平松の山麓に家を建て西洋の日々を過ごしていた。ある日、松林のある山の方面から美しい娘たちが現れ、自分たちは京の松尾大明神に仕えるもので、あなた様をお守りする、よう大明神様がおっしゃり、その大勢に従い参上いたしましたと言い、娘たちは美しい声で歌い舞い踊り、松の間を戯れたという。ふと気づくと娘たちの姿はなく、 目の前の松がすべて見たことのないような美しい姿に変わっており、簡単したライダイラは筆を取り、門徳天皇にことの次第を伝えると、朝廷から大納言が直視としてライダイラのもとへ下校し、松の木々を目にした大納言は、その美しさに、美し松と名付けたという。体調が回復して、京都へ戻ったライダイラは、早速、松尾大社へ参拝し分礼をいただいて、 平松の地へ帰り、そこへ松尾神社を創建したという。平松の地名は、大々らの平と松尾神社の松から来たものと伝えられ、美しい松は東松尾神社の神木になっている。江戸時代後期の1797年に、観光された伊勢三宮名所杖、及び1815年観光の大見名所杖には、平松村この村の右の方の山に、 美し松というあり。一山本二丁、あまりの間不山目松にて、その生降る形一樹にして根本により、数十未起を出す。人気感なり。と記され、東海道沿いの名所として知られていた様子がわかる。五十三次名所図へ五十一水口、名称平松山の麓また、歌川広重の浮世絵、東海道五十三次の水口塾で描かれた浮世絵の二作品に、 美し松は描かれており、画中に平松山美章、名称平松山のふもとの副題が添えられており、特に平松山美章では、複数の幹が放射状に分岐する特徴的な美し松の樹形が描かれている。1921年3月3日に美し松の自生地として、当地の当時の存命である三雲村を冠した三雲村美少自生地の名称で、 国の天然記念物に指定され、同村が1955年4月に岩根村と合併して、高生町となった2年後の1957年7月31日に、今日の指定名である平松の美し松寺生地へ、名称が変更された。平松の美し松寺生地。2019年9月6日撮影。平松の美し松寺生地。2019年9月6日撮影。 ボダイジパー,アーキングエリアのり線の美し松。2019年12月24日撮影。美し松のある、湖南市、平松地区では、古来よりの名所である美し松の自生地を守ろうと、地元平松地区住民らが中心となり1963年に、平松美し松自生地保護会が結成され、その保護に取り組み始めた。 平松地区在住児童通学区域の湖南市立、三雲小学校の校歌の歌詞にも美し松は歌われるなど、地域の人々との結びつきが強いものであったが、1978年に日本全国で発生した松食い虫による松、枯れ被害を受け始めたため、翌1979年に当時の厚生町では、天然記念物、平松の美し松自生地保護対策委員会を、 設置し、薬剤の時間への注入による虫の除去が行われ、松枯れの進行は一時的に沈静化した。その後も、地域住民らによって、消毒等の保全活動が継続されたが、松食い虫による被害は終わらず、毎年平均7本の美しい松が腰しし続けたが、2010年代に入り、急速に松枯れが進み、1980年に255本。 あった美しい松は2016年に115本に減り、2018年6月には97本、同年11月には82本と被害が拡大し、このままでは数年のうちに消滅しかねない危機的状況に陥ってしまった。事態を重く見た湖南市では、平成30年度から国の支援を受け、有識者を交えた保存計画策定委員会を設置し、会合を重ね、 2021年3月末までに新たな保存計画を策定する予定で、計画策定委員長の大阪産業大学の前、佐古ゆかり教授は、想像以上に危機的な状況で生態系を見極めた対策を早急に行う必要があるとしている。滋賀県も計画を支援をする構えで、同県知事の三日月大蔵は、美し松の自生地は我が国を代表する植生として、 その価値が高く評価されており、県としてもその価値を後世に向けて守り伝えていく、使命があると発言している。滋賀県森林センターでは、前述した未正期から後輩を重ね明らかになった劣勢遺伝の性質を利用した、松食い虫に抵抗性のある美し松を作る、研究を、甲賀市にある補助で行っている。具体的には、美し松が高い位置及び F2 と、 松食い虫抵抗性を持つ赤松を交配すると、抵抗性のある子解3ができたが、メンデルの法則から予想された通り、美し松型の F3 は一本もなかった。そのためさらに、F3 同士、または F3 と美し松型解2を交配させてできる解4、苗を作り、この F4 内の苗木に対して、人為的に松食い虫を摂取したところ、 F3 同士を荒廃した貝4苗159本中、故死したのは9本、異常を示したのは37本、健全な状態であったのは114本と、完全ではないものの、松食い虫に対して抵抗性を持つ苗が76.1%に達した。ただし、これら品種改良された美し松は、文化財保護法の観点から、指定地へ移植することはできない。また、 林野町所管の国立研究開発法人森林研究整備機構の関西育種場では平松の美し松の20個体を保存種として1978年にクローン収集し定植したうちの16クローン30本が保存されている。なお、近隣を走る名神高速道路の菩提寺パーキングエリアのり線には1962年当時の 厚生町の指定違いより移植された美し松が植樹されており、パーキング利用者は自由に見学することができる。このように保全に向けて、官民で様々な取り組みが行われており、2010年には地元の高齢者らによる平松町樹海が保全活動を始め、自生している美し松一本ずつの状態を確認し、採取した種を育成する活動が続いている。 同会ではこれまでに約80本を植樹したが、松は成長するのに数十年が必要なため、高齢者が主体の同会では次世代へ活動を受け継いでいくことが重要であるとして、2017年には前述した美し松が効果にも歌われている三雲小学校の児童と一緒に種まきをし、地域の大切な遺産を若い世代に継いでいく活動が行われている。ありがとうございます。